海江寺は中華人民共和国湖南省昭丹州国大古街にある仏教寺院。真の佳京年間の正丹剣士によると、海江寺は現代に混流され、海散組織は釈白中。秋を末期に僧侶の釈僧源が寺院を再建した。1912年、寺院は総学堂を開催した。1917年、海江小学と改称。 1930年代、釈礼悟は寺院の修繕を主催し、釈隆康は寺院に住んでいた。1952年に二の釈連造、釈昌州は僧に生産自主、救い工場を設立し、その後後期面式工場と改名しました。1956年に全寺の二は小丹市職婦とも小生産合作者に加入しました。 海へ食費生産ガス作者に正式に改名した。1959年、また、大新船体工場と改名した。1962年、湖南省人民政府は物事を昇級文物保護単位に認定した。1964年に再度、小丹市船体工場と改名した。1966年、毛沢東が文化大革命を発動し、 寺院の宗教活動は中止に追い込まれた。公営兵により、大児病などの宗教施設が徹底的に破壊された。寺内のすべての文化財が消えた。昇丹市船体工場は昇丹市市中工場と名前を変えました。中国共産党第11期中央委員会第3回全体会議の後、宗教信仰の自由政策が実行され、 二の釈唱衆が弟子を率いて寺を再建した。三門、天皇殿、太友法殿、増強楼、観音殿、客堂、斎堂。太友法殿天皇殿の海江寺の薬師仏、日光菩薩、月光菩薩海江寺太友法殿の釈迦に、歌唱仏、阿南海江寺の地蔵菩薩海江寺の関羽。ありがとうございます。